女優でモデルの山本美月、29、が8日に俳優、瀬戸康史、32、と結婚した。美男、美女のカップルに多くの祝福の声が寄せられているが、実は山本は過去に、結婚したい、と、意中の男性、を告白していた。と言っても、お相手は二次元。山本は以前から荒川博夢氏の人気コミック、鋼の錬金術師の主人公エドワード・エルリックの大ファンで、トーク番組などでも、結婚したい、とちょっぴり痛い発言を繰り返していた。2017年10月9日のインスタグラムでは原画展、鋼の錬金術師展を2回訪れたことを伝えており、ハッシュタグで、エドと結婚する、としっかりと書き込んでいた。瀬戸とは16年のドラマ、ホープで初共演していたが、17年の時点ではエドの方が上だったと見られる。なお、実写版の映画、鋼の17年では、平成ジャンプの山田涼介がエドを演じていた。